ストレス諦めずに第7弾挑戦するけどすぐに指が止まるよ。ハイスピ変更すればなぜか最後の曲まで持つけど、何回やっても何回やってもさ、サマリが倒せないよ。あの時は何回やってもわからない、手のひら扱って傷つけても当然ゲージ減らされる。オートスクラッチも試してみたけど第二ステージ意味がない。だから次は絶対取るために僕は練習だけを正義でやっておく。そしていつもそこでバッとハマり、諦めずにザ・サファリまでたどり着くけれど、すぐに曲が消えてく。遅いバージョンだったら楽にザ・サファリも倒せるけど、何回やっても何回やっても単位7弾倒せないよ。あのサビまで何回やっても届かない。ちょばって粘って回復してもいずれはゲージ削られる。家庭用でも試してみたけど曲が違うなら意味がない。だから次は絶対取るために、僕は3曲目まで 100% で書いておく。倒れされる飛び級